笹井厚一、笹井厚一、笹井淳一、1918年、大正7年2月13日から1942年、昭和17年8月26日は、日本の海軍軍人、海兵67機、戦士による2階級特進で、最終階級は、海軍少佐。太平洋戦争における、エースパイロット。東京府東京市赤坂区青山で、 海軍造船大佐の父、ケンジと母、被災の長男として生まれる。姉と妹がいた。本籍及び住所は、淀橋区上落合。母、被災の妹であるヨシエが嫁いだため、大西滝次郎中将は、義理の叔父である。支えは、生後10ヶ月の時、肺炎にかかった。父の転勤に伴い、赤坂区西南小学校、現、 港区立西南小学校など六校の学校を経て、東京府立市中、現都立日比谷高校に進む。行動館柔道二段。1936年、昭和11年4月、海軍兵学校67期に入校。支えは、その旺盛な闘争心から同期生から、シャモというあだ名を付けられた。1939年、昭和14年7月、同校卒業。 小尉候補生として練習艦隊に出発。従順用艦トネ乗組みを経て、1940年、昭和15年5月、小尉任官。1941年11月、第35期飛行学生拝命。戦闘機搭乗員となり、大分空で延長教育を受ける。専任教員の中島三教一飛曹、品事変の激水王から学んでいる。 1941年昭和16年11月同協定終了1941年昭和16年11月体内航空隊台南空着任1941年昭和16年12月8日太平洋戦争が開戦台南空は気筒航空撃滅戦に参加開戦日の支えは 戦闘には参加せず上空紹介の任務を行う。12月10日、フィリピンクラーク空軍基地攻撃に参加する予定だったが、この時はエンジン部長で台南基地に引き返した。12月13日、カノヤゾラのニコルス攻撃を支援後、マニラ周辺の飛行場も銃撃し、ササイは初の戦闘を経験する。百四十二年、昭和十七年一月十九日、 ランインタラカン基地を発信した支サえサ注意式の5期、支サえサ注意、石原2飛走、西山はじめ飛、上平1飛走、大正国3飛走は、ボルネオ島リ陸パパン白地上空で、米陸軍第7爆撃大隊,隊他のボーイング B-17、フライングフォートレス4機と交戦、支サえサ機は35発被弾した。サ,サイは、敵機は、白煙白も撃墜には至らずと報告したが、 戦後の称号では、うち一機、機長、スタンリー・ロビンソン少佐が、攻撃で尾翼を破壊され、飛行不能となって海面に激突しており、ササイらによる共同撃墜であった。1942年2月3日、バリック・パパン基地を発信したササイは、ジャワ島、マウス・パッティ基地攻撃で、ラウイン軍のブルースター海にイバッファロー戦闘機の共同撃墜を報告。2月21日、 高尾空の一式陸上攻撃機21機を護衛のため、バリ島電パサール基地より、冷戦6機、笹井中尉、上平一飛装、石原二飛装、宮崎飛装町、篠原二飛装、元吉一飛の指揮官として出撃した。スラバヤ上空で、迎撃のカーチス p マイナス40をホーク戦闘機16機を、優位な高度から奇襲。支井中尉は、うち1機撃墜。 ベイリック軍第17追撃航空隊のジョージ・ハイズ、中域、または、ウォーリー・ホスキン中域を報告、スラバヤ航爆撃の立航隊前期無事期間に、成功する。1942年4月1日、台南空は、新編の第25航空船体に編入され、ササイラ隊員は、小牧丸で、ラバウルに移動する。ササイは、移動中に書いた手紙に、4月1日の移動で、 士官登場員、隊長、分隊長以下の全部が内地方面に帰ってしまい、海戦以来の居残りは私一人で大きな顔をしております。しかし、初めから生死を共にした隊長やあるいは自分の手足としていた列機が全部いなくなり寂しい気にならんことはないのですが、大分実践の経験も積んだし、今度は思う存分やれると思います。と書いている。4月16日。 台南空はニューブリテン島のラバウルに進出。17日、ササイ中隊はラバウルの前進基地となるニューギニア東東部の来基地に進出。この基地から連合軍最前線のポートモレスビー基地まで冷戦で片道45分の至近距離であり、5月から7月にかけて台南空はポートモレスビー攻撃、連合軍の来基地爆撃の要撃を行った。 4月18日、ラバウル基地上空で、米陸軍第33爆撃飛行隊マーチン B-26 マローダー爆撃機を短期で迎撃し、左エンジンを発火させ、同機種の撃墜を報告した。消防によると、ウィリアム・ガーネット隊を基調とする機体で飛弾により、左エンジンが発火して撃墜されており、同機の撃墜は、世界初であった。5月25日、 羅域地上空で、米陸軍第3爆撃大隊のノースアメリカン B-25 ミッチェル爆撃機5機の共同撃墜を報告。5月28日、米陸軍第33爆撃飛行隊の B-26 爆撃機6機編隊を羅域地上空で発見し、支えは紹介中の境正体と容撃。B-26 爆撃機1機、機長。 スピアーズ・ランフォード中尉の共同撃墜2機の発火を報告。6月1日、ポートモレス B 攻撃で、同基地5000メートル上空で、米陸軍第35戦闘飛行隊のベル P-39 エアラコブラ戦闘機、ジェントリープランケット中尉機の撃墜を報告。8月2日、ウナハクチ上空で、米陸軍第28爆撃飛行隊ボーイング B-17、 フライングフォートレス爆撃機、機長、ウィリアム・アートソン中尉の支え中隊、支え中尉、大田はじめ飛送、茂木さん飛送、高塚飛送長、松木に飛送、本吉一飛、坂井一飛送、西野浦に飛送、波藤三飛送による共同撃墜。1942年8月7日、米軍がダルカナル登場陸の法を受け、 上陸支援の米機動部隊の攻撃に向かうことと、なった4空の一式陸上攻撃機27機後えのため、対南空冷戦18機、うち1機は引き込み足の故障で、陸直後に引き返したため、戦闘参加は17機の第3中隊長として、支えはラバウルから出撃。空母サラトガより、発艦した、米海軍 VF-5 航空隊の村満海4回。 ワイルドキャット戦闘機8機、空母エンタープライズより発艦した、VF-6 航空隊の F4 回戦闘機14機と、交戦し、対南空は迎撃戦闘機22機中9機を、撃墜、5機を撃破。支サえサ中隊は、ラバウルへの機と、空母エンタープライズより発艦した、ゴードンファイア防注意式の F4 回戦闘機6機編隊と、三体サベル島南端上空で交戦。 内ちにき、ゴードンファイヤー坊中域、ウィリアム・ウォーデン順機を、二番機のオータはじめ悲惨と、共同で撃墜。台南空の千人歌士官であった、坂井三郎によれば、同戦闘で、ダグラス SBD ドーオントレス級降下爆撃機の、旋回機銃聖者を受けて、重傷を負い、治療のため内地に帰還する際に、支えから、貴様と別れるのは、貴様よりも辛いぞと言われ、奉公する。 虎の姿が浮き彫りにされたベルトバックルを引きちぎり、これはな、俺の親父が、この戦争が始まった時、わざわざあつらえて、俺たち三人の兄弟にくれたんだ。虎は、地里を行って、地里を帰る、という演技だ。だから、貴様も、地里の内地へ行って、直してからもう一遍帰って来い。いいか、待ってるぞ、と言って見送られたという。また、 がっかりするだろうからという理由で、支えの戦士は、半年間、堺に知らされなかったが、自分がついていたらきっと殺さなかったのにと、断布とし踏む思いがしたという。堺が組んで禁止されていた麻薬を混ぜた、金かタバコを吸い、他の菓子官たちにもそれを配っていたところを支えに、見つかった時は、それは金かじゃないか。それを吸ってはいけないことぐらい知っているだろう。 それにはアヘンが入っているんだぞと注意受け、カイが注意を聞かないと、ササイはタバコをいっぱい詰めた箱を持ってきて、みんなで分けろ。あんなくだらんタバコは捨てろと問題を収集したこともあったという。8月9日、サイドがダルカナルに出撃。11日、ニューギニア島東端のミルン湾、ラビに初出撃。ラビ飛行場上空が厚い雲に覆われていたため、 立候隊は引き返したが、支えは、自らの判断で、6機、支え注意、米川2層、波藤3層、大田はじめ飛層、松井2層、遠藤3層を率いて、雲の下の飛行場に突入。雲下で待ち受けていた、航空軍第75、76航空隊の P-40 基地方区、22機と、低空での激しい格闘戦の末、うち4機を撃墜し、 ササイ中隊は、前期ラバウル駅間。8月14日、内地の両親に宛てた最後の手紙に、ササイは、私の激追も、今54期、今月から来月半ばまでにはリヒト方変を追い抜ける、つもりでおります。私の悪運に関しては、絶対で100何回かの空戦で被弾はたった2回と、いうのを見ても、私には、敵弾は近づかないものと信じていますと書いている。 8月7日以降、台南空は、ラバウル、ガダルカナル間の往復2000キロ以上、冷戦の狭い操縦席で往復7から8時間の過酷な飛行を伴う戦闘を余儀なくされ、一方で、米海兵隊戦闘機体が8月20日に、ガダルカル飛行場に進出。同等上空の制空権を確保され、戦況は大きく変化していた。8月21日、 支え中隊6機、支え中尉、米川2鳩波藤3装、高塚飛装町、松木2装、吉村はじめ飛は、ガダルカナル飛行場北西の砂防島南岸、高度4000メートル上空で、前日、同飛行場に進出したばかりで、上空紹介中の米海兵隊 VF-223 航空隊の F4 回戦闘機4機と交戦。ジョン・スミスか4機にとっては、 初の実戦であった、ササイ中隊6機による高度差150メートル優位からの一撃で、グラマン海4回以前4機が被弾。しかし4機ともたちに、ガダルカナル飛行場の方向へ離脱したため、ラバウルまでの会議の燃料を考慮し、追撃はせ、スミス少佐を含めた4機は大破した2機も含めて、飛行場に帰還し、人的損害はなかった。ササイ中隊は無傷で、ラバウルに帰還する。 8月23日、25日もガダルカナルへ出撃。同等上空に達するも、共に快適せず。8月26日、ササイは、立港16機、キサラズ空8機、ミサワ空8機援護の零戦9機の指揮官として出撃。6時43分、ラバウルを離陸。コーストウォッチャーズからの事前通報を受け。 迎撃の米海兵隊のグラマン海4回戦闘機12機は9000メートルと十分な高度をとって待ち伏せ。10時10分、船爆編隊25機がガダルカナル飛行場手前のルンガ海峡上空7000メートルを侵入したとこ、海4回戦闘機の高高度からの急降下一撃を受け乱戦へ。反撃の中で、支え注意は、米海兵隊撃墜王のマリオンカール隊を短期で、 追尾。カール大意がガダルカナル飛行場への着陸操作に入ったところを狙っての奇襲の一撃は対空砲火援護にて撃墜寸前に回避される。敵基地上空への短期突入という危険極まりない状況から察知された時点で離脱するのが情道のところ、支えは反転再攻撃。米海兵隊員数百人の眼前における低空での壮絶な一騎打ちで、 ササイは、カール帯域を失速、墜落寸前まで追い込む。冷戦に優位な盾の上昇運動に引き込み、ササイ機は攻撃位置確保寸前、逆にカール機による機種を激しく持ち上げつつの前、下方射撃を受けて、飛行場資金の海岸線上空で撃墜された。急上昇中に遮断を受けた瞬間、爆発を起こした機体の破片は、海岸線に試算したが、後日、 ササイの酸素ボンベが海岸に打ち上げられ、カール隊員のもとに届けられたという。当時、ラバウル基地にあった報道範囲の吉田はじめによると、いくら待ってもササイが戻らぬ中、基地全体がまるでササイと共に息を引き取ったかのような哀愁に包まれていたという。この日、台南空司令の斎藤正久大佐が西日傾くまで飛行場に立ち続け、またこの夜、 若い登場員が、色書裏に生えたジャスミンの木の、嫁にも白い花の下で、飛行服の袖に顔を埋めてすすり泣いていたのを、目撃したという。この晩、支えの未帰還を知らない重兵が、宿舎食堂のいつもの場所に、支えの端箱を並べたのを見て、この日、支え指揮下の第三小隊長として出撃して帰還した、高塚虎一被曹長が、支え中尉は、 飯を食わんと言っとったぞと叫び、続けて、おい、支え注意の箸箱はな、明日から、俺が使うぞ。その代わりにな、俺の箸箱は貴様にやるから、明日から使えと泣き出しそうな表情をして、言っていたという、高塚秘宗長も9月13日の、ガダルカナル攻撃で密機関取る。カールタイイ、18.5期劇追のエースは、この八月十六日の支えとの一気打ちに、 大きな印象を残しており、特に、米国本土機関後の訓練教官時代に、折に触れて、この勇敢な冷先パイロットとの一騎打ちを引き合いに、だし、着陸時といえども、戦闘態勢を解くな、最後の最後まで絶対に気を抜くな、いかに不利な状況に追い込まれても絶対に諦めず、直ちに木を立て直せ、と戦闘機訓練生に強調していたという。支えは 連合艦隊国三十六号で、第二百五十一海軍航空隊付け、海上後の台南空海軍中尉支井厚し1戦闘機隊指揮官または、中隊長として飛行、東、インド及び東部、ニューギニア方面等の作戦に0次支線、参加七十六回単独的機二十七機を撃墜し、遊軍機と共同的飛行機百八十七機撃墜十六機、炎上二十五機を、 激破せり、昭和18年11月21日と、布告されている。海兵出身者の公認撃墜数では最高である。戦士と認定され、海軍少佐に2階級特進。墓は、父と同じ玉霊園にある。戦後書かれた、戦記小説では、ラバウルの気候誌、ラバウルのリヒトホーフェンと称された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。